中島からボールを受けてもう一度これをカットされる。ブラウブリッツ飽きた。長いボールをこれも長いボールを入れてどうだ、入った4点目。前目に出ていた松本、狙いすましたかのような、これも江口、この位置からハーフウェイラインよりも向こう、キーパーが出ているのを見て届かない、ワンバウンドでゴール、4対0、4点差になりました。さあここで FC 岐阜は川西を投入、4点をリードされて